やっぱりありきたりなんですけど、お客さんにありがとうとか、あと顔を覚えてもらって結構仲良く会話したりとかするのがやっぱり楽しいですかね。一緒に働いてる人たちの心を読んで、誰がどういうふうにしたら活躍できるかを考えて一生懸命働くことができるのがやりがいです。学生の時に菱野パッチ製麺所でアルバイトさせてもらってたんですけど、そこから僕は一般企業には就職せず、海外に出る決断をして海外でサッカーでチャレンジしに行きました。そしてオーストラリア2部で初めてのプロ契約をして1年を過ごしたんですけど、怪我をして帰ってくることになって、帰ってきた時にもう一度声をかけていただいて、次にウルグアイに行くんですけど、ウルグアイに行くまでの間働かせていただいてます。そうですね、みんな年近いんで結構飲みに行ったりご飯行ったりしてますかね。どんなキャラクターの人でも、入ってきたら必ずいろんな方向でマッチして店を楽しむことができると思うんですけど、まずはそのためには麺を楽しむっていう気持ちをない人が入ってきても、その人自身が楽しむことができないと思うので、楽しみたいと思った方には、ぜひ入ってきてもらいたいと思います。やっぱり元気があって、もうやる気があれば、やっぱりここのお店はちょっと地元密着型というか、結構地元の人リピーターさんが多いんで、もう遠くの人も結構来てもらえるようなお店に、もっともっとお客さんいっぱいのお店にしたいなと思います。僕はいずれサッカーで抜けるんで、その時に僕がいなくても、賑やかで元気なお店になるようにみんなに、僕を感じてもらいたいです。やっぱり接客ですかね。接客、まあお客さん長い間働いてる分、お客さんも顔見知りのお客さんが多かったりして、結構仲良くやってます。はい、それではね、うちの株式会社お客様皆様の本社をご案内したいと思います。コンセプトとしてはラーメン屋のくせにめちゃめちゃかっこいい本社を作りました。ではご案内します、どうぞ。で、こちらが事務所になります。はい、こちらが本社の事務所になります。ここでフランチャイズやプロデュースの管理をしています。はい、そしてこちらがデザイン部になります。こちらでフランチャイズ、プロデュース、直営店のポップなどメニューなど、そういったもののデザインをしております。幼少期からラーメン屋したいっていう、ラーメン屋を経営したいっていうのが夢で、何にも経営学知らんということで大学の経営学に学ばさせていただいて、で、まあ、卒業と同時に株式会社 OMO に入社させていただいたんですけど、まあ、社長と出会ったのが大学2回生の時で、偶然のつながりというかっていうので、まあ、社長とご縁があってご紹介していただいて、で、初対面会議入れさせてもらって、で、まあ、その場で、アルバイト、入社 OK みたいな感じで、採用いただいたんですけど、まあ、社長から言われたのが店の横に住んで死ぬ気でやれっていうところで、まあ、店の隣のマンションを契約して住んだんですけど、で、住んで、社長に住みましたよっていう報告をしたら、あれお前社員じゃないんって言われてで、まあ、そこで相違があったんですけど、まあ、アルバイトとしてずっと、何年か3年間大学行きながらちょっと過酷な日々を送って、で、まあ、そこで修行みたいな形にはなったんですけど、で、それと同時に、大学卒業して、まあ、新卒で入らせていただきました。で、最初は神戸のエニシの本店の方で、社員として働かせていただいたんですけど、で、島田製麺食堂と菱野パッチ製麺所の、正社員として何年かやろな、半年間働いて、で、ようやく、入社10ヶ月後に、店長として就任させていただきました。まあ、いろいろな経緯があって、店長を半年やってから、まあ、マネージャーっていう形で、昇格させていただいて、で、まあ、そこでも、まあ、いろいろあって、ようやく
部長という形で、就任させていただきました。すごいスピード感ある昇格なんですけど、やっぱりうちの会社の特徴である、あの成果を出したら評価される、で行動したら評価されるっていうのが、すごい僕の中で腑に落ちてて、これから、入られる皆さんもすごい、成果っていうところで出していけば評価されるし、でまあ成果っていうよりかは、まあ実行ですね、行動って起こしていったら、あの必然と結果出ますし、で、評価もされますし、まあ、そういう、組織になってます。勉強がすごい僕大好きで、資格の勉強とかいろいろしてるんですけど、なんでそんな勉強するのって聞かれたら、社長のためになるっていうところを第一前提であって、で社長のためになったらなんでやる気出るのって言ったら、自分のためになるんですよね。会社が成長してなくて個人だけ成長しても意味もないよねっていうところで、まあ、総合成長という形で、日々人事評価と、ね、絡めてやっていってます。総合成長をするにあたって、会社が目指しているものっていうのが、今上場です。で、そのために何をしているかっていうと、フランチャイズ展開っていうのを、すごい力入れてやってます。フランチャイズ展開っていうのを、始めたばかりなので、ぶっちゃけ本部スタッフっていうのがすごい足りてない状況です。まだ、まあ、形もできてきてるんですけど、これからみんなで作っていくっていうところで、そこもまあ総合成長につながってると思うんですけど、会社成長するためにじゃあ各々が、何しましょうっていうところで、議論し合って、で、実行し合って、日々、精進してます。関わるすべての人々の、胸をいっぱいにしますっていう、まあ、ミッションビジョンを掲げてるんですけど、まあ、従業員も大前提なんですけど、従業員だけではなくて、業者さんとか、まあ、フランチャイズの、パートナーさんであったり、関わるすべての人々の心を、胸をいっぱいにしますっていうところで、日々精進していってますので、どうぞよろしくお願いします。本社スタッフっていうのが、まあ足りてないっていう状況なので、大募集してます。で、何をするかっていうと、事務方であったり、フランチャイズオーナーさんと、お付き合いであったり、受発注のところであったり、で経理のサポートであったり、今社長がすごい全国に飛び回ってるっていう状況なので、スケジュールの管理であったり、まあ、社長の雑務であったりっていうのが非常に足りてない状況ですので、社長の秘書も、大募集してます。どうぞよろしくお願いします。